こんにちは。高専受験のための学習塾 YouTube チャンネル PDCS スクールと KPC の谷にでございます。今回の動画は高専合格予習講座の数学続きをどんどん取っていきたいと思います。今回は y イコール ax 二乗の応用利用文章題やっていきます。これまでの中1中2の関数の文章題応用と比べたら結構解きやすいかなって思うので、あまり苦手意識を持たないように取り組んでみてください。それでは早速1枚目からいきましょう。すべてで5枚あります。それではまず1つ目、身の回りのいろいろな事象の中には関数これこれや関数これこれなどで表せるものがあるというふうに書いています。要するに日本語からこのような二次関数一次関数で式で表して、身の回りの物事を表して、でいろいろな計算をしていくという単元になっているわけです。それでは早速1番からいきましょう。このように日本語で書かれてますけど、やることはy イコール ax 二乗の式を立てて、で、しかるべき値を代入していくという流れになっていきます。で、2問目も少し難しそうに見えますが、そんなに難しくありません。それでは、できそうな人はもう早速ですね、この色をヒントに解いてみてほしいですね。大問1と大問2になります。それでは、ちょっと不安な人のためにヒントを言っておこうと思います。まず、このボールがある高さから落下するとき、落下し始めてから x 秒後で落下する距離を y メートルとすると、この関係があるよ。時間と距離という関係があるので、この式を使って問題を解くことになります。で、x に何を代入すればいいのか、そして何を求めればいいのかっていうのを確認しながら解いていってください。そして2つ目、平均の速さを求めなさいというふうに言われているので、前回の動画でも勉強した速さっていうのは小学校の時の内容の道のり割る時間っていうのを思い出して、実はこれは変化の割合、傾きを求める過程で使う x の増加量分の y の増加量、x の増加量分の y の増加量という関係式を用いるんでしたね。時間が何秒から何秒まで増えてますか？その時1秒でのボールが落ちた道のり、ボールが落ちた距離から3秒後のボールの落ちた道のり、3秒後のボールの落ちた距離っていうのを値を出して、で、増加量を計算するという話です。それでは次の問題、2つ目ね。これは、これね、簡単で、もうこの電気料金の話なんですけど、この日本語を読んだ上で、で、グラフ書いて、じゃあ3時間30分駐車したときはどうなりますか？あ、これ電気料金じゃないですね。駐車時間ですね。駐車場の駐車時間と駐車料金の関係でした。で、3時間30分駐車したときの駐車料金はいくつですか？1200円持っていれば何時間まで駐車できますか？っていうのを、問題を解いてみて、日本語を読んでやってみてください。それでは早速答えを出しちゃおうと思います。解けている前提で解説していきますね。それではどうでしょうか。大問1、125m、括弧2、20。大問2、グラフはこんな感じです。実際に書かなくても、頭の中でどこら辺に線が引かれるかなっていうのが分かっていれば大丈夫です。で、括弧2番が1000円、括弧3番が6時間までというふうになります。それではどういうふうに考えるのか見ていきましょう。まず最初の問題ですね。この式が成り立つというふうに言ってるので、やはり今までと一緒です。x が入力で y が出力。なので、x に5を代入します。x が時間というふうに言われているので、x に5を代入して、で、その時の、ボールの落下するね、距離が出るわけなので、y イコール5かける5の2乗で125というふうになります。この色がポイントなので、しっかり見ておいてください。要するに、この関数っていうのは、好きな x を入れれば、その x の時のボールが落ちた距離を教えてくれるようなガチャポン、ガラポンみたいなね、ガチャガチャだと思って使ってください。それでは、括弧2番。平均の速さ求めなさい。ただし1秒後から3秒後の平均の速さですというふうに言っているので、やはり平均の速さは進んだ時間分の進んだ距離なので、二端を使います。なので3秒から1秒を引きます。なんでかっていうと、増加量っていうのは変化後から変化前を引くんでしたね。もう一回言います。時間の変化量、道のりの増加量、時間の増加量っていうのは変化後から変化前を引いてあげるという関係なので、3秒の時から1秒を引く、で、3秒の時の落ちた距離から1秒の時の落ちた距離を引く。そうすると、経った時間と進んだ道のりが出てくるので、その間の平均の速さが出てくる。まさに傾き、変化の割合の定義通りに計算してあげれば OK ということですね。答えは20になります。大問に行きましょう。グラフは置いておいて、括弧2番、3時間30分駐車した時の駐車料金求めなさいというふうに、書いています。なので、これ1000円って答えですね。なんでかっていうと、3時間30分っていうのはここですね。
X が駐車する時間なので、3時間30分なので、ここ3と4のちょうどど真ん中ということで、ここが当たりますということで、1000円かかるよってことがグラフから求められるということになります。それでは最後、1200円持っているとすると、何時間まで駐車できますか？これもグラフを見ておきましょう。1200円といえばここですね。メモリを2つ、1000円からメモリを2つ上げたところが1200円ということで、こちらにぶつかりましたね、グラフが。なので、ここはどうかっていうと、最高でですからね、最高で何時間まで駐車できるのかだから、6時間までなら1200円で駐車できるということが、このグラフから分かりました。それでは次の話題です。関数放物線ですね。y イコール ax 二乗の関数、すなわち放物線のグラフと、一次関数、こちらの一次関数の交点の座標を求めたいときはどうすればいいですかっていう話になりますね。すなわち図で見るとこんな感じです。ここの緑の点の座標をどういうふうに求めればいいのかという話ですね。これまでと一緒です。実は直線と直線の交点の求め方は連立方程式っていうふうに去年勉強したと思いますが、これも一緒です。2つの式を連立方程式として解くと、実は解くことができます。同じようにやってください。なので2次関数と1次関数の方程式を立てて連立して、で、代入法なり加減法なりで解いてください。今回は明らかに代入法で解いた方が簡単なので、代入法で誘導がついています。ということで、大問1と大問2、もうあまりヒントいらないと思います。解いてみてほしいですね。で、一応大問3も表示しておきます。それではもうノーヒントで大丈夫ですかね。ここは大問1、大問2、そして大問3、こちら問題解いてみてください。それではどうぞ。ということで、解いた前提でお話ししていきます。解説回答を見せますね。はい、こちらが答えでした。あが x 二乗、いが0、うが x マイナス4で、えが0、おが16で、大問2がマイナス2と2、48で、最後の問題が P がマイナス1と2、Q が28、最後の問題が Y イコール 2X プラス4でした。どうだったでしょうか？やること簡単ですよね。これはもう代入して、で、それぞれね、右辺イコール右辺になって、で、これを二次方程式として解いてあげる。これを二次方程式として解いてあげる。ということで、2つ答えが出てくるわけですね。そりゃそうですよね。これね、ほとんどの場合が交点2つになりますから、2つの交点の X 座標が出てきたよ、みたいなイメージです。で、2つの交点の、これは完全に適当な例ですけどね、2つの交点の X 座標が出てきたから、それぞれこの X 座標を、どっちでもいいです。どちらかの関数式に代入して、それぞれの座標の Y 座標を求めてあげる。ということで、交点の座標が2つ出てきたよ、という流れですね。括弧にも同様な流れです。こちらの色ですね。色を注意しながら解いてみてください。ステップとしては、連立します。そして、連立した二次方程式になった方程式を解いてあげる。解いて出てきた X 座標をそれぞれ元の関数式に代入してあげて、それに対応する Y 座標を出してあげる。という4ステップ、3ステップですかね。連立方程式解く、X 座標を入れてあげる、Y 座標を求めてあげる、答えを書くという流れです。それでは大問3見ていきましょう。括弧1番はこれ同じ話なので、大丈夫かなっていうふうに思います。これまでと同じ内容ですよね。これは P と Q、X 座標が与えられているので、もともとのこの関数の式に代入してあげれば Y 座標がすぐ出てくるかなっていうふうに思います。2と8で、あとは直線 PQ の式の求めなさい、直線 PQ の式を求めなさいというふうに言われているので、これはもう中学2年生の内容でしょう。これマイナス1と2、2と8の点を通っているので、これも連立方程式のやり方で解くか、いろんな解き方がありますよね。これは3増えて6上がってるので、傾きが2だっていうふうに求めた後に、切片求めないといけない、傾きが2なわけだから、1進んだらここから2上がるわけだから、切片が4だっていうふうに、去年のやり方、自分が習ったやり方で解いてみてください。それでは2枚目の話を終わろうと思います。それでは3枚目の内容です。だんだんね、図形とか動点が出てきて嫌かなって思うんですけど、ほとんど二次方程式の文章題と結構似てるところがあります。それでは大問1ですね。これほとんど二次方程式の利用と同じような解き方で大丈夫です。ヒントということで、重なった時、このね、問題読んでくれてる前提で話しますけど、こういうふうに図形が移動して重なってる前提で、こういうふうに解いてみてください。で、次行きましょう。大問2もほとんどね、ノーヒントでいいかなって思います。 y は x の2乗に比例するって言われているので、この式をちゃんと使ってください。で、この大、括弧2ですね。これ問題読んでくださった後の話だと仮定しますけど、秒速15メートルで走る車が駅の横を通過したって書いてるんですけど、この車のグラフをこれに書き込んだり、もしくは自分で書いてみて、グラフに書き入れて解いてほしいですね。で、これね、この印刷したいなって思ってる人は、このサイトに行っていただいて、コメント欄、概要欄に、URL 貼っておきますので、ぜひとも見てみてください。で、3番、電車が車に追いつくのは電車が駅を出発してから何秒後ですか？で、これね、この2番で求めたグラフの式と、これのグラフの式ね、
これと1番と2番で求めた式っていうのを、まあ、連立させたら出てくるので解いてみてください。それではね、ちょっと自分なりにではいいので、ちょっとこの大問1と大問2っていうのを解いてみてください。それではどうぞ。はい、こちらが答えになりますね。重なった部分がね、直角二等辺三角形になるので、これを底辺かける高さ割る2をしてあげたら、こちらの式になるので、この式の、まあ、これ面積ですからね、面積が8になるときはいくつですかっていうことなので、この2分の 1x 二乗が8になるときの x を求めてねって言ってるわけなので、これを解いたら4秒後っていうふうに出るはずです。OK でしょうか。で、大問2ですね。もうこのグラフの点がここね、30と300通ってるわけなので、代入してあげます。まあ、これに x の2乗に比例するよって言われているので、これを使うんだなってことは、この2本語から判断しないといけないということになります。で、グラフが、いよいよ、全然、自由にしてもらって、後から消せるから。それでは、大問に見ていこうと思います。まあ、y が x の2乗に比例するというふうに書いてあるので、まあ、やっぱりこの式を使うんだなってことはすぐわかると思います。で、グラフがね、この点を通ってるわけだから、そのまま代入してあげましょう。そうするとね、この式から始めたと思うんですけど、まあ、通ってる点が分かってるということで、この通ってる点の座標のね、値をそれぞれ代入してあげれば、a がすぐ出てくるということで、a が3分の1、そしてこの式が分かるわけですね。y イコール3分の 1x2 乗ということで、1番問題ないと思います。で、2番はね、これどういうことかっていうと、車が秒速15メートルで走っているわけです。なので、1秒で15メートル進んでるってことは、20秒で300メートルです。なので、キリのいいところがありますね。20秒で300メートル進んでるわけだから、まあ、こういうふうな1次関数が引けるわけですね。なので、y イコール 15x っていうのは、まあ、ここから求めれるわけです。20進んで300進んでるわけなので、まあ、そもそも秒速15メートルって書いてるんで、y イコール 15x っていうのはすぐわかると思います。横軸が秒数で、縦軸がメートルなので、もちろん秒速15メートルっていうのは問題ないかなっていうふうに思います。そして最後の問題ですね。電車が車に追いつく、すなわち追いつくっていう表現を、進んだ距離が一緒っていうふうに捉えられるかどうかがポイントですね。進んだ距離が等しい、イコール追いつくっていうふうに、まあ、解釈してほしいですね。すなわち、y の値が一緒の時なので、すなわちこのグラフにおける、ここの交点の座標を求めれば、追いついた時間がわかるという仕組みになっているので、やっぱりこの連立方程式を立てて交点を出すというような解法になるわけですね。なので、電車の方程式と車の方程式、それぞれ2つ用意して連立させてあげた後に、まあ、解いてあげると、0と45っていうふうに出てきます。で、これ0ってどういうことかっていうと、これ当たり前なんですよね。同時にスタートしたわけだから、進んだ距離0、一緒なわけです。だこれが1つ目で、次出てくるところっていうのは、やっぱここですよね。もう1回車が追いつき直すところということなので、45秒ということで答えが2つ出るわけです。で、よって、こっちはね、不敵なわけです。だって、一緒にスタートしたわけだから、ね、これ0が答えですって言ったらダメですよね。出発してから追いつくわけだから、こっちが答えになるわけですね。ということで、追いつくのは45秒後ということで、まあ、元々の式ですね。y イコール3分の 1x 二乗か、y イコール 15x のどちらかの x に45を代入してあげて、まあ、追いつかれた瞬間ですよね。電車が車に追いつかれた瞬間の秒数と、で、その時の距離ですよね。進んだ距離675っていうのをこの関数から出してあげれば終了ということになります。それではね、全体の3枚目、5分の3が終わったので、次の問題に行きましょう。はい。それでは4つ目の学習シートになります。それではね、ぶっちゃけね、目新しい問題は特にないので、ノーヒントでやってもらおうかなっていうふうに思います。基本的にやることはこの3枚目までで一緒に勉強したことと一緒なので、まあ、この色とかもちょっとついてるけどね、これはまあちょっとヒントとして、まあ皆さんこのね、3問分、まあ、スクショなり画面止めるなりして解いてみてください。それではね、実際に一時停止をして、こちらの3つの問題解いてみてください。それでは解答解説に入りますので、気をつけてください。一時停止をして解いた後の話ということで見せていきます。それではこちらが答えです。大問1が489、21、大問2が y イコール x2 乗、変域が0から10、8秒後。大問3が3、マイナス3とマイナス3、6とマイナス12、これが a と b の座標で、最後が9と18でした。はい、それではですね、解説、まあ、チェックしていきましょう。まあ、ぶっちゃけですね、大問1は、まあ、問題一緒に解いてきた内容と一緒なので、飛ばそうと思います。同じように解いてください。1枚目の問題と一緒です。大問2、これも見ていきましょう。これもね、二次方程式の応用でね、頑張って解いてくれた人は同じ問題なので、特に問題ないかなって思います。この三角形を y として解くんですけど、もうこれ簡単ですよね。底辺かける高さっていうのを x で表せば、 2x と x なので y イコール x2 乗です。底辺かける高さ割る2だからこうなりますよね。で、x の変域ということで、これ0から10になります。なんでかっていうと、点 Q が d につけば p も止まりますというふうに言ってるので、まあ、このね、 2x の速さで進んでいる点 Q、まあ、これですよね。どこだ？秒速2センチで動いている点 Q っていうのは、10秒で点 D につくわけなので、点 P が10センチ地点で、で、Q が D の地点で、まあ、これ静止するということなので、0から10までが x の変域。
ということになります。で、三角形 APQ の面積が64になるときはいくつですかっていうふうに言われているので、これまで通りこの三角形の面積を x 経過した秒数で表現できているので、これの x イコール、あ、 y イコール x 次乗の、まあ、この式に y に64を代入しておけば OK ということになります。じゃあ最後の問題いきましょう。これちょっとどうだったかな。この交点求める作業っていうのはさっきの問題と一緒だから大丈夫だったと思うんだけど、その次ですね、しっかりこの面積求めれましたかね。まあこれさつまいもみたいなカラーになってますけど、まあ、黄色の三角形と紫の三角形それぞれ面積を求めないといけないわけですよね。で、高さは分かってると思うんですよ。この黄色の三角形の高さはマイナス3が、だからね、この座標がマイナス3だから高さは3で、紫の方の高さは6っていう風にそれぞれ高さが分かっていると思います。で、今回この底辺ですよね、 OC の長さが分からなかったはずです。どうやって皆さん求めましたか？僕がおすすめする解き方はとですね、ここだけをちょっと切り取ってこっちに、まあこれね、書いてみました。 X 座標 Y 座標で直線のこれ AB ですよね。で、このね、 C の、まあ、切片なわけですけど、この切片の値ってどうやって求めたかっていうと、まあ、傾きをまず求めます。これね、9進んで9降りてますね。マイナス3から6まで移動してマイナス3からマイナス12まで落ちてるので9進んで9降りてます。ということは傾きがマイナス1なわけですよね。だからここ C っていうのは座標 A から C に移動するときに3行って C まで降りてるわけです。で、今これ直線考えてるわけなので9進んで9降りてるわけだから傾きがマイナス1なわけです。なのでしっかりね、ここの部分、ここ進んでここ降りるって部分もしっかり1対1だと思うんですよね。ということは3進んで3降りてるっていう風に推測ができるので、もちろんこの C のね、切片っていうのはマイナス3の位置から3さらに落ちるわけだから、ここマイナス6って気づけるわけです。よってこの三角形、まあ、さつまいもみたいな色のね、黄色い三角形と紫のこの三角形の底辺っていうのは、まあ、OC の長さは6ということになるわけです。これでね、それぞれ底辺かける高さ割るに、底辺かける高さ割るにをしてあげたら、この黄色と紫の三角形の面積が出せるのではないでしょうか。こういうふうに解いてみてください。それでは最後のページいきましょう。こちらですね、もう完全に演習になってますね。新しい部分はありません。これね、スクショするなり一時停止するなりして実際に解いてみてください。それでは解答解説を表示しようと思います。 1,2,3 番それぞれ解いた状態で見てみてください。こちらが答えになりますね。もうこれもね、式立ててあげて分かっている x と y の組を代入して a を求めてあげて、で式を立ててあげました。 a が分かったからもう一回代入で y イコール100分の x 次乗というふうに分かったので、それにもう一度ね、時速50の時の制動距離求めなさいって言われているので x に代入して25って出せれば OK ということになります。じゃあ大問に見ていきましょう。これもですね、さっき の駐車料金の問題とほぼ一緒ですね。はい、じゃあ普通にこれグラフ書いてもらって、7キロ行った時はどうですか、この値段ですよ。3番も200円までは何キロまで行けますか。200円ってことは、あれ、どのグラフ取ればいいのかなって思ったかもしれないけど、そう、200円ってことは6キロより大きい距離で10キロ以下の、まあ、その運行はこれいけないわけですよ。鉄道乗れないわけです。なので最低200だったら、まあ、ここまでは乗れるよってことで6キロが正解なので、まあ、これグラフがないから焦るんじゃなくて、そう、ここっていうのは、そう、ここ6から10、6より大きくて10より小さい、あ、10以下の区間は乗れないんだけど、6キロまでなら乗れるよっていうふうにこのグラフから読み取れるので、まあ6キロってすぐ分かったかなっていうふうに思います。 OK でしょうか。じゃあ最後ね、大門さん、もうこれも一緒ですね。2つの関数の式があるから連立して2つの座標が出ました。でその後に、まあこういうふうに求めた座標をこういうふうにね、まあ、座標にプロット書いてあげて、まあ正直にですね、 AOB の面積を求めてあげればいいのかなっていうふうに思いました。まあ、これもさっきと一緒で2つに分けて求めるといいですよね。こっちの三角形とこっちの三角形に分けて、まあ足してあげれば出るかなっていうふうに思います。で、応用として透析変形っていうのをやったと思います。まあ、この三角形 ADO の三角形っていうのは、こういうふうに頂点をこっちに下ろしてこういう三角形に書き換えることができますよね、面積等しいまま。だから点 A と点 B をそれぞれ X 軸まで点移動させてあげて透析変形してあげるとこういう三角形になります。でもこの三角形を求めてあげても OK です。この三角形の面積もきっと12になるので、透析変形して一気に解くという解き方もやってみてください。底辺が6、高さが4、割るにしてあげたら、まあ掛け算して割るにしてあげたら12になるかなっていうふうに思います。ということで、ほぼ類題だったから流し気味で紹介させていただきました。全部で5枚終わりましたね。ということで、まあ、二次関数の応用までいったので、まあ、あとは難しい問題とかをさらに深めていく感じになるかなっていうふうに思います。で、次ね、これに関する応用のね、演習するか、もうそのまま掃除っていう図形の単元いくか迷ってるんですけど、まあ
ちょっと状況を見ながら決めようと思います。それではどんどんね、もう夏終わるまでに、もう数学全部終わらせるぐらいのペースだったら、高専受験楽に終わるので、どんどんこの調子で進めていきましょう。ということで、今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に、高専を。高専塾高専チャンネル年間の優勝サービス一覧、そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思います。まず最初は7月から1ヶ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサル模試、高専合格にググッと近づけます。7月半ばから9月まで開催予定、高専入試対策の夏季講習、ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください。8月から高専入試まで開催、高専入試対策長期映像講座、かなり強力な高専合格のためのコンテンツです。年末年始頃開催予定、高専入試対策冬季映像講座、こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保してくれます。12月頃開催予定、高専推薦入試対策講座、個別対応になりますので推薦入試対策にはもってこいです。秋頃発売、高専一般入試対策問題集、高専入試の傾向にのっとった問題集です。高専合格者限定の予習講座も2月頃販売予定です。在校生向けにも数学の予習復習講座、数学の教科書の PDF データ、こちらは1年中通して販売しております。ぜひともお見逃しなく、チャンネルの動画の更新をお見逃しなく。 PDCA スクール、Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.